お疲れ様です。ラフチャンネルの有馬です。今日の動画は、結構最近ね、探し続けていた、とあるね、生き物。まあ、念願って言ったらちょっと言い過ぎかもしれないですけれども、ようやく、出会いがありまして、お迎えしましたので、そちらの生き物をですね、皆さんにご紹介していきたいと思います。まあ、何かというと、ちょっと前に、僕の動画でですね、キタオジタトカゲの出産の動画が出たかと思いますが、その時に2種類出ましたね。ノーマルとスーパーハイポ。そう、このスーパーハイポ、欲しかったんですよね。で、あの子たちは全て丸々お借りしていたブリーダーさんにお戻ししたのですが、今回こちら。はい、なんと、うちもですね、ようやくスーパーハイポをお迎えすることができました。やっぱりね、自分で、スーパーハイポ含め、青舌のベビーをね、出産、体験してみたらですね、どうしてもベビーが欲しい気持ちになってしまいまして、で、この子、ちょっとね、怒りがちなんだよね。サイズとしては、まあ、ベビーではあるんですけど、まあ、結構ちょっと育ったやつかな。生まれてすぐではないと思うんですが、今年ね、生まれた個体のようでして、うん。まだね、見た目の通り真っ白ではないんですけど、まあ、いわゆるキタオジタトカゲのスーパーハイポ、ホワイトノーザンとか、まあ、いろんな呼ばれ方がありますが、まあ、ベビーではないかな。ちょっと大きくなったサイズですけど、お迎えをね、しました。まあ、ちょっとね、探してみて、なかなか、いなかったので、大変ではあったんですけど、まあ、運よくね、見つけることができて、大きいサイズはね、結構爬虫類イベントとかで販売してるの見かけたりはしてたんですけど、このちっちゃいサイズから育てたいなと思って、この小さいサイズがなかなかいなくて、可愛いですね。美しい、白い。まあ、白くないんだけど今は。見た目はね、今肌色というか、うっすら柄が残ってますが、これがだんだん大きくなるにつれて、柄が消失し、真っ白とは言わなくても白くね、なると。白い土の子、白いキタオジタトカゲになるということで、うちに来てまあだいたい5日ぐらいかな経つんですけど、まあやっぱちっちゃい頃は怒りん坊ですね。シュー怒って、ただ餌食いはものすごく良いので、元気な個体とね、巡り会えたんじゃないのかなと思ってます。かわいいね。ちょっとね、今から餌の時間なのでご飯をね、あげたいと思います。まあ今仮にペットシーツと水入れとシェルター入れてますけど、こんなシェルターなんてすぐにね、入れなくなっちゃうと思います。はい、与える餌はね、もう黒コオロギとヨーロッパエイコオロギのミックスですね。ほいほいほいほれほれ、あら、水飲み始めた。ほいほいほい、いいね。ちょっとね、このケースが特大プラケのかなり高さがあるタイプなので、なかなか撮影しづらいんですが、非常に撮影がしづらいんですが、おいおいおい。やっぱね、できるだけちっちゃいうちはいろんな昆虫を与えて、育ててあげた方がいいと、普段ね、お世話になってるアジタのブリーダーさんからはね、お伺いしていたので、極力、二星コオロギも、ヨーロッパイエコオロギも、いろんな種類のね、コオロギを与えられるように、準備してます。ある程度ばらまいて様子見るか。ある程度ばらまいて様子見ましょうか。ね、こうやってね、自分でね、どんどん追っかけて食べるんですよね。ほい。いいね。おお。追っかけてるね。一応ね、カルシウム剤はつけてはいるんですが。お。すごいね、元気いいわ。やっぱこんだけ追っかけ回してね、食べてくれると嬉しいですね。で、こちらの子はね、紫外線ライトは特につけてないので、ビタミン D3 入りのカルシウム剤を今添加してます。で、基本的にね、まだサイズ的には小さいので、毎日食べるだけ、キタオジタトカゲとヨーロッパイエコオロギミックスをですね、あげていって、で、1週間に1回、ウォンバルーとデビフのささみ&レバーミンチとっていうね、オリジナルフードをあげて育てていっています。まあ、まだ1週間をね、うちに来てから経ってないんですけど、おー、すごいね。すごい追っかけてるね。すごい追っかけるね。よう食べるよ。でやっぱ後ろ足とかね取ってあげた方がいいんじゃないのかって思う方もいると思うんですけど、まあ、極力羽も足も全部ね、食べてもらった方がね栄養があるので、そういう形をね取ってます。まあ青舌は丈夫なんでね全然問題ないと思ってます。羽にも足にもちゃんと栄養があるので。すごいね、よう食べるわ。まだ見た目としてはねなんか肌色っぽいような感じですが、早く大きくして青舌成長が早いので、白い姿のですね北青舌を皆さんにお見せできたらいいなと思ってますので、引き続きこの子の成長ラフチャンネルでぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。名前はちょっとまだ未定で、白いしなんかね、まあ、白いしって言っても今は白くないんだけど白くなるので、なんか白にちなんだような名前をね付けられたらいいなとは思ってますが、まあ、この子も名前を募集してますのでぜひコメント欄で書き込んでいただけたらと思います。よう食べるね、青舌は本当によう食べる。にしてもやっぱこのケース撮影しづらいな、上からカメラ突っ込んで撮るような形になるんでなかなか腕がもう一本ないと厳しい感じになっちゃいますけど、お腹いっぱいになったかな。今もう軽く10匹ぐらいは平らげてますね。もう追っかける素振りも見せなくなっちゃったね。ああ顔の前にやってももう食べないね、もうお腹いっぱいなんだろうな。はい、これでね結構うちには北青舌トカゲなんか変わった種類が揃ってまして、パターンレス、ヘテロパターンレス、通常の北青舌トカゲとこちらのねスーパーハイフォー、まあ、ホワイトノーザー、まあ、アイボリー、いろんな呼び方がありますが、まだまだねちっちゃいですけど非常にね、まあ、持ってしまえばおとなしく可愛いね、青舌トカゲのまだベビーちゃんです。まあ、ベビーっつってもちょっと遅かったか、ちょっと育ってるサイズか、うん、まあそれでもまだまだ片手に乗るぐらいちっちゃいです。かわいいね。いやーやっぱり全然ちゃいますね、通常の北青舌と比べて。まあちょっとね雌雄はしっかり調べりゃ分かるんでしょうけど、まだちょっと分からない状態でお迎えをしているのでどっちか分かりませんが、うちでもねスーパーハイポを生み出せたら嬉しいなと思って、まあ、ゆくゆくはの話ですけどお迎えしてますので、まあ、雌雄が明確に分かったらですね、相手もまたどっかで出会えたらいいなと思ってます。かわいいね、やっぱ青舌は可愛いよ本当に。はい、ということでね、今日はちょっとした動画でしたが、こちらの、北青舌トカゲのですね、ああ可愛いね、スーパーハイポ、ホワイトノーザー、アイボリー、まあ、いろんな呼び方ありますが、お迎えをねしましたというお知らせ動画でした。まあ今後もショート動画であったりだとか、あとはまあ通常動画も含めてですね、この子の成長過程皆さんにご紹介していきたいなと思いますので、気になる方はぜひチャンネル登録して楽しみに待っていてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。